次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。へえ、今年は兄弟喧嘩か。兄弟喧嘩がどうかしました？いやね、高山ちゃん、毎年小学生のユニークで面白い自由研究が結構ネットの記事で話題になるんだよ。で、今年はね、どうしたら兄弟喧嘩が起こるのかっていう自由研究が話題らしくてさ、どうもね、その研究によると10日近く100回の兄弟喧嘩を分析したんだって。結論が気になりますね。マスターも元経営学者なだけに、研究って聞くと心惹かれるものがあるんじゃないですか？うん、まあまあそれもあるんだけど、違う理由もあってね。で、このニュース調べてたんだよね。ほう、というと？実はこの後、株式会社オンギガンツ代表取締役の松田優馬さん、株式会社オトバンク代表取締役会長の上田渉さんを迎えして、学びをアップデートするっていうテーマで教育のお話をするんだよね。学生の学びについてのお話ってことですね。うん、それもあるんだけど、ほら以前取り上げたリカレント教育をはじめとした社会人の学びまで含めた、もっと広い意味での学びについて話そうと思うんだ。なるほど、確かに社会人になってからのパターンもありますよね。私も資格の勉強始めようかなって思ってたんで興味あります。あ、マスター、マスター、お二人がお見えですよ。早速ですね。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週は常連さんに株式会社オンギガンツ代表取締役の松田優馬さん、そしてお客様に株式会社オトバンク代表取締役会長の上田渉さんをお迎えしました。松田さん、上田さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。松田さんのプロフィールです。松田さんは大学院修了後 NEC 中央研究所に入所、東北大学との脳型コンピュータープロジェクトの立ち上げ、博士号の取得を経て独立されました。2017年にはオープンイノベーションを支援する合同会社アイキュベーターを設立し、共同代表に就任。昨年、株式会社オンギガンツに社名変更し、代表取締役に就任されました。はい、というわけで松田さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。松田さんね、もう浜カフェの大常連でいらっしゃるわけですけど、今年の1月も、テクノロジーから見る2022年ということでご来店いただきまして、松田さん、改めて松田さん、株式会社オンギガンツの代表されてるわけですけど、はい、このオンギガンツというのはどういう会社で、松田さんが何をされてるかって教えていただけますか？私はですね、脳科学だったり、脳のメカニズムですね、これを研究することで、次世代あるいは次々世代の AI を研究するということを、自分自身のミッションに掲げています。人工知能ですね。まさに人工知能、はい、脳を研究すると人工知能のことにつながるということ。おっしゃる通りです。人工知能って人工の知能っていう風に書く通り、知能って何なのって分かってないと、それを人工的に作れないんですよね。例えばデータが今目の前にあったとして、データって言ったら音のデータとか画像のデータとか、そういうデータがすでにあれば、そのデータをたくさん学習させていくっていうことはできるかもしれないですけれども、じゃあ僕たち人間ってどうやってこの世界を認識してるんだろう、物を見てる、音も聞いてる、でもなんか皮膚感覚とか触覚とかもあるよね、味を感じるとかもあるよね。そうですね。なんかふとした時に急にね、ちっちゃい頃のことを思い出したりとかもあるありますね。でもそのちっちゃい頃を思い出すために記憶を全部蓄えないといけないとすると、人間の脳みそって象以上の大きさの脳が必要だって言われてるんですよ。つまり我々が例えば生まれてから生きて、大人になって何十年か経った時の記憶を全部保持しようとすると、めちゃめちゃでっかい象みたいな頭脳が必要だけど、そうなってないわけですもんね。そういうことなんですよ。
だから実は人間の脳ってあの今の最先端のコンピューターよりも優れていて、ちょっとこう懐かしい匂いを嗅ぐだけでその時の情景だったりお母さんの顔色だったりあの時聞いた歌声だったりみたいないろんなものがこう一気に連想想起っていうんですけど、うん、はいはい、紐づいて思い出されますよねと。なんかそんな風にあの人間の脳ってものすごく優秀な部分があるんですよね。人間の脳のメカニズムが分かれば AI もこれからレベルアップしていくし、うん、我々人間ももっと賢くなるってことなんですよね、うん、すなわちこう AI の研究って人間のこう教育の研究でもあるっていうことなんですよ。なるほど、はい、というわけでね早速興味深い話をいただいてますが、ぜひ今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて上田さんのプロフィールです。高校時代に全国模試での偏差値が30、教師からも見放されましたが音声を活用した勉強法で二浪の末東京大学に合格されました。在学中は NPO の立ち上げ IT 企業の経営を行い2004年にはオトバンクを創業代表取締役に就任。現在オーディオブックアプリオーディオブック .jp を展開中です。また7月にはディスカバー21から著書超効率耳勉強法を発売されました。はい、というわけで上田さんあの初来店ですね、どうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそお願いします。あの上田さんこの、ね、オトバンクという会社も今だいぶもう知られているようになっていると思うんですが、はい、上田さんが創業された会社ということで、あのこのオトバンクという会社がどういう会社かというのを教えていただけますか。うん、はい、あのオーディオブック、まあ、要は耳で読む本ですよね、耳で聞く本なんですけども、はい、を、まあ、制作配信するっていうのが、まあ、あのそういうざっくりとしたご説明なんですよね。うん、で基本的にはオーディオブック .jp というサービスを通じてですね、聞く文化を日本に広げるといったところを理念として目指しています。うん、はい、で聞く文化っていうのはあの、まあ、これ僕のあのオトバンクという会社を作ったきっかけなんですけども、はい、あの実は私の祖父が緑内障で目が不自由だったんですね。でその目が不自由な方ってあの身の回りの情報しか取れないんですけども、あのご家族がその方に情報を届けない限りはなかなか届かないっていうことが起きるんですよ。じゃあ祖父がゾンビの時代からもオーディオブックって要はカセットブックみたいなね、まあ、そういったものですけども、うん、存在していて、それは天地図書館っていうあの目が不自由な方向けの図書館で借り入れたんですね。はい、でもそういったサービスがあるっていうことを我々家族は誰も知らなくて、目が不自由な方向けのサービスっていうのは目が見える方にはやっぱりなかなかね届かないというかあの知られないですよね。なので目が見える方も目が不自由な方も両方とも楽しめる、まあ、そういった社会を目指してあの事業やっています。あのオトバンクは基本はオーディオブックアプリがメインだと思うので、うん、はい、ということはいわゆる本書籍をいわゆるオーディオ化して、はい、それでいろんな方に本を聞いてもらうっていう、それがメインのお仕事だっていう。おっしゃる通りです。理解しよろしいです。という各有僕もですね、実は一冊目に出した本から、はい、オトバンクさんの方でオーディオ化してもらってました。はい、はい、そうですよ。はい、なんでもそれで昔からオトバンクの、はい、伺ってるんですが、そしてなんといっても今上田さんはね、このプロフィールですよね。高校時代に全国模試で偏差値が30、ところがそこから二浪はしたんだけれども音声を活用した勉強方法で東大に合格したっていう。すごいですね。いやこれね、でこの時に音声を活用した勉強法っていうのはどういうことやったんですか。僕あの中学校に入った時に勉強を一切やらなくなったんですね。うん、でそれは勉強なんでするんだろうと思った時に、はいはい、先生になんで勉強しなきゃいけないか聞いたんですよ。そしたら勉強しないと大学に入れない、大学に入れないと就職できない、就職できないと食べていけない、だから勉強するんだって言われて、もう典型的な大人のユーロジックですよね。はい、で全く興味なかったのでじゃあ勉強しないわって話になってやめたんですね。うん、でその高校3年生になってあの、まあ、進学校だったのでみんな東大に行くって言ってるんですよ。うん、でなんでみんな口通り東大だっていうのかなと聞いたんですよね。そしたらお小遣いが増えるからとか、プレイステーション買ってもらえるんだとかですね、あの自分が〇〇を勉強したいから東大に行きたいとか、こういう人ないから東大に行きたいって回答が一人もなかったんですよ。そういった人たちが東大に入って日本を動かしていくって考えたら絶望感しなかったので、いやそれはもう教育がダメでしょうと思ってですね、それで教育改革をしたいっていうふうに心に決めてですね、それで教育改革っていうと文科省と戦う感じじゃないですか。はい、で文科省と戦うっていうことは、まあ、政治家かなっていう感じで、はいはい、でも安直に考えてですね、はい、で文科省の役人の履歴を調べて東大卒書いたんですよね。はい、で東大卒の人間の殴り合いには東大に行くしかないじゃないですか。なるほど。それ でじゃあ偏差値30だけどその文科省の人たちと戦うために東大に入ろうとしましたと。はい、で
その音声を活用した勉強法というのはどういう勉強法だったんですか。まあ、端的に言うと東大に行くって決めたのでまず過去問買ってきたんですよね、はいはい、で日本人だから日本語は読めるだろうと思って現代文の問題解こうとしたんですよ。一問も解けなくてですね、まあ、もちろん当然まだ読めないんですよ、はい、なので、まあ、しょうがないから、まあ、振り仮名振って音読をしてみようと思って、うんうん、まあ、音読をひたすらしてたんですよね、うんうん、で音読をすればするほどなんか分かってない気がするようになってきたんですよ、まあ、そしたらですねなんかだんだん国力上がっていったんですよ。不思議なことに、まあ、もちろん語彙を調べるとかねいろんなそういう年のプロセスありますけども、うん、だけど声に出すことによって国語力上がっていったんですね。だから今度はじゃあ声に出さないで音読できないかと思って頭の中で音読 してみようと思って頭の中の声を使って音読するっていうのを始めたら、うん、まあ、意識的に口で出す音読と同等の効果が出るような音読ができるようになったんですよね、まあ、頭の中の自分が頭の中で喋っていてそれを聞くみたいなイメージなわけですね。そうですね。なんか僕は黙音読って名前にしたんですけど黙音黙読で音読するですね。いや黙音読を続けたんですよね。でも黙音読もまあやってもそれで疲れてくるんですけどなのでもう録音したものを聞こうと思ってでそのテープに全部を声かす音読して録音してそれを何回も弾くみたいなことをやってたんですよね。まあ、そういった音読黙音読何回も弾くみたいなものを組み合わせてやっていったらですねだんだん学力が上がっていって国語力が上がると他の思考力も全部上がっていくみたいな感じで他の学力も全部上がっていくみたいな。もちろん個別の教科ごとの攻略法ってあるんですよ、はいはい、あるんですけどもすごいざっくり言うとそういった音読とか耳で弾くっていうのをひたすらやることやりたかった、ま、松田さんどうですか今この上田さんの脳の使い方っていうのは。その音っていうのはやっぱこう自分で経験するっていうことの一つの原点ですよね。だから自分の体を使ってその自分で体験する、うん、だからその単純に本当に字面だけ追いかける音読だったら頭に入んないと思うんですよ。それを読む中でそれってこういうことなんじゃないかなみたいなところでこう自分の中に落とし込んでいくっていうのが大事なんだと思いますね。なるほど。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。ここからは学びをアップデートするというお題で、いろいろ議論していこうというふうに思うんですが、特に今週は今ね結構昨今学びブームだと思うんですよ。いろんな方、まあ、最近だとよくリカレント教育なんて言い方をしますけど、いろんな人が学び直そうとしていて、なんでこういう時代だからこそどういう学び方を我々していくべきなのか、はい、まず松田さんにお伺いしたいんですけど、そもそもね人が学ぶっていうのは、脳科学的には何が起きてるって理解すればよろしいんですか。はい、もう最初に結論というかキーワードを言ってしまうと、はい、もう今日のキーワード体ですね。身体的な学びなんてよく言われますけど、うん、これをちょっと紐解いていこうかなと思います、うん、やっぱりこう身体的な経験音読の経験も含めてですけれども、うん、体を使った経験っていうのがあればあるほど、何かしらこう自分の中に落とし込んでいって学びっていうのが深まっていくんですね。具体的にはですね、例えば英単語帳パラパラ見ても頭に入んない、うん、スペルをね写経しても覚えない、覚えですね、でも一回暑いとか hot みたいな、うん、ね、感じたらね暑いよね、oh cool とかですね、うん、こうその時の状況と一緒に何かしらを聞いたり自分で発してみたりっていうことができると、これね あの時のあれだよねみたいな感じで自分でこういつの間にか体から出てくるんですよね、うん、実は人間の脳って三層構造って言われてるんですけど、まず脳幹っていうところです、うんうん、これ何かというとよく脊髄反射とか言うじゃないですか、うん、何かにぶつかったらこう脊髄反射的にこう体が勝手に動くみたいな、うん、でその上にあるのが情動脳って言って、うん、こう感情を司る脳なんですよ、うんうん、でなんかこうね要は痛い経験したら痛いって自分で感じるっていうことですよね、うんうんうん、でその上にこの我々の持ってる大脳っていうのがあって、うんうんうん、で実は大脳だけ使ってても何も起こんないんですよ。この脳幹と情動脳とでそれから大脳、この3つがこうぐる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 こうサイクルで回ることで、うん、まず体で脊髄反射したものが感情で理解されて、うん、でそれが論理的にというか理性的に理解される、うん、でそれ3つがくっついてるんですね。で
これがあると何が面白いかっていうとですね、あのミラーニューロンっていう脳の神経細胞が見つかってるんですけど、はいはい、それはあの大脳っていう部分にあるんですけど、これ何かっていうとですね、あの他人が何かしてるのを見た時にまるで自分がやってるように感じる大脳、うん、だからこのメカニズムをちゃんと分かっているともうね、あの他人の学びをいつの間にかこう自分が体で学べるみたいな。例えばあの英単語で言うと単語帳パラパラ見るんじゃなくてよくね、あの文章で理解した方がいいよなんて言われていて、まさに上田さんの学び方ってそうじゃないかなっていうふうに私は思って聞いてたんですけれども、例えばその僕なんか昔からやってた英語、あの僕は英語中国語韓国語喋れるんですけど、うん、あのそれやる時ってもう完全に決まやり方決まってて、あの教科書丸暗記するんですよ、うん、で丸暗記っていうのは読んで自分で口に出すんですね、うん、でなんならこうそれこそオーディオブックというか、あの耳で聞いてそれをシャドーイングして、うんうん、だんだん自分だけで喋れるようにしていくっていう、うんうん、でそうするとその教科書というか本の中にある主人公の物語ですよね、それと一緒に自分に刷り込めるので、まるでこう主人公になったかのように口にできるんですよ、うんうん、でそうするとその主人公をね、あの読んだ本の主人公の分だけ自分が話せるようになるっていうことで、うんうん、でいつの間にかだから順番が逆なんですね、まず単語を覚えて文章を覚えてではなくて、うん、まずその主人公になりきって喋っているうちに、うん、あそういえば僕喋れてるけど、あのこの単語ってこういう意味だったよねっていう風に、うんまあ、そんな風にこう逆の順番で覚えていくっていう感じになるんですよ、でもちょっとすいません、お二人に聞きたいのが、あの今国語とかね英語はね分かりました、なんか体を使いましょうっていうのは、うんうん、でも当然東大に入るには数学部ができないとダメじゃないですか、はい、で数学ってそんなに体を使う余地とかないと思うんですけど、そこではどういう学びが例えば あれですね、数学って難しい言葉先に言うと幾何と代数なんですけど、はいはいはい、要するに図形とあの計算なんですよね、うん、で結構その図形って本当に体の要素が強くて、例えばこう点 P がこんな風に動きましたみたいな、はいはいはい、で例えばね、あの A 君が家から学校に行くのに地点 A を通ってその間に、弟が出発して、そんなもんないね、あった、はいはい、だからあれって一旦図にしてみましょうとか、うん、で自分なりに図ね、数直線とか引いて図にどんどんしていくわけですけど、はい、やっぱその図解ができてるできるかどうかって実際その体験をしたことがあるかないか、うん、あるいはその実際に自分でその文章からだったり、ね、例えば式からだったり、でその式の意味をじゃ自分なりに整理してみよう、図で整理してみようみたいな形で、まあ、やったことがもうこれ本当に小学校のレベルからやったことがあるかないかで変わってくるかなと思います。つまり図にすること、もちろんそこでね実際に買い物行った経験があればよりいいですけど、図にすること自体もそれ自体が実は体で覚えるっていうことになると思いますね。あとやっぱ工作をしたりとか、うん、六方体を作ってみて、はい、サイコロでも作ってみようとか、でサイコロ作ろうとしたら展開図作るじゃないですか、はい、あれこれ組み立ててみたら違う作り方もできるぞとか、うん、なんかそんな風にやっていくうちにだんだんそういう、こう立体の感覚とか図形の感覚っていうのは分かるようになりますね、うん、上田さんいかがですか。僕はもうちょっと違う感じですね。違うやり方あるんですか。僕は数学、まあ数式も同じ言語だとしたときに、言語って音声化できないと理解できないし認識できないんですよ。来たよ。なので僕は数式を音読できるようになったんですよ。危ない人ばっかりですか。数式を音読するようにしたと。はい、新しいですね。あまり聞いたことない。東大って証明問題とかじゃないですか、はいはい、証明問題全部音読できるっていうふうに思って、それで全ての証明問題全部音読できるようにしていったんですよ。答えがあるじゃないですか、はい、その証明のプロセスを音読したってことですか。そうです、全て音読してました。あ、なんとなく、すいません、ね、僕なんとなく分かってきた。分かるの。いや、なんかね、英単語とかのイメージに近いかなと思ったんですよ。英単語ってね、最初はやっぱり単純な単語でも難しいんだけど、だんだんこう3つぐらい塊で覚えられる、うん、はいはい、覚えれるっていうか認識できるようになってくるじゃないですか、うん、で徐々にその世界って広がってきて、うん、まあ、それってやっぱりまずは1単語でだんだんこう3単語の塊、うん、5単語みたいな形で、うん、徐々に音読でレベルアップしていった賜物なのかなっていうふうに僕は思っています。
まして、うん、おそらく数式もそんな感じで、1たす x っていう塊、うん、でそれが5分の1たす x っていう塊になって、うん、それがログ5分の1たす x っていう塊になって、うん、なんかだんだんそんな感じで世界が広がっていったのかなっていう。まず世界で無意識に音読してるんですよ、人間って。言語は必ず、うん、無意識に音声化して理解してるんですけど、その無意識にやってる範囲を広げるときには練習が必要なんですよね。で僕はゼロから始めたので、ひたすら練習していって、その無意識にできる範囲を広げていったって感じなんですよ。無意識ちょっと待って、僕の無意識にできるって考えはちょっとまだよく分からなくて、はい、無意識にできる範囲を広げるというのはどういう、もう少しすみません、どういうイメージなんですか？数学に限らず、多分今、目の前に本があるとしたときに、はい、別に音読しなくても我々読めるじゃないですか、本って、はい、でそれはもともと人間って言葉を音声で記憶してるんですよね。赤ちゃんの時に最初に喋り出して、なるほど、後から文字って学べますよね。なので文字を見ると頭の中で音声に変換して、それから言語に理解するっていうのは必ずプロセス取ってるんですよね、うん、なんですけど、その時にわざわざ音声に変換するっていうことを意識的にやんなくても、無意識に脳が素早くやってれば、うん、パッと見た瞬間にもう言語と理解できるっていうことが、例えば今僕の目の前に松田さんをご紹介するプロフィールがあるんですけど、はい、松田さんは大学修了後 NEC 中央研究所に入所っていうのを、僕は多分パッと見た瞬間、うん、多分変換してるんですよけど、そんなこと意識せずパッて、そうです、あ、松田さんは NEC の研究所にいたんだって分かると、はい、その範囲を広げる、そうです、それを数学の証明をひたすら音読することで、はい、その範囲を広げていった。そうです。ちょっと二方にお伺いしたいのがそういう中でこれから多分社会人、この浜カフェいろんな方聞いてくださったんですけど、多分学びたいっていう方って高見町もそうだと思いますけど、いっぱいいると思うんですよ。僕も実は結構学びたいことまだまだいっぱいあって、いろんな方がこう気軽にできる、こういうことやると学びの力がすごく上がるよ、簡単にできるよっていうのって、何かお二方はこれやりましょうとおすすめって何ですかね。私からお話しましょうか。今日の私のキーワードは体っていうところなんですけど、うん、必ずしも体使ったらいいのかなっていうと、そういうわけではなくて、やっぱ大人の学びと子どもの学びっていうのがあると思うんですよね、うん、でその例えば子どもの学びっていうのは、まさに体使ってどんどんいろんなものを体験していく、そこがすごく大事かなと思います。でこれはやっぱり大人がゼロから始める時にもそうなんですよ。例えばやっぱり今まで全然英語やったことないな、でもこの年だけどやってみたいなっていう人は、こう本当に子供の気持ちでなんかこうとりあえず口にして歌ってみるとか、こう子供と一緒に喜びを表現してみるとかっていう、そういうこうまるで子供になったような学びっていう、これがまさに大事でっていうのがあります、うん、で一方でやっぱこう大人ならではの学びっていうのもあるかと思うんですよね。それが逆に上田さんと一緒で、音読がもうできるレベルになっているので、いくらでもこう吸収できるっていう、でそれの超効率バージョンが本ですよ、うん、だから一冊の本ってその著者の物語が全て入っていたり、うん、例えばね、入山先生の教科書だったら、そのこれを読めば授業何個分もの学びを一気に得ることができるっていう、でそれをものの何時間で読めるっていうのは非常にすごい便利ツールだなっていう風なところがあるので、僕なんかこうよくやってるのが同じ例えばね、テーマ教育っていうテーマだったとしても、よくこう図書館に行って10冊ぐらい山積みにするんですよね、うん、でそれでこう読んでみて、まあ一個一個全て読まなくても、ある程度こう興味あるところ、目次読んで興味あるところを中心にっていうのだけでも、それを10冊分やるっていう、そうするとこう10人の人生が見れるわけですよね、うん、だそういうふうにこう、まるでこうその人にの体になったかのようにっていうのをこう10人やっていくと、ものすごく多角的に教育っていうものが見えてきます。だからやっぱりまさにあれですよね、著者に共感するじゃないけど、おっしゃる通りです。そういう感覚を10人分持つと、10人分の教育の視点が例えば出てくるから、それがすごい学びになるっていう、はい、体を使って共感していくっていうことですね、うん、なるほど、上田さんいかがですか？私の方は多分学ぶ時間をどう作るかだと思いますね。オーディオブック僕はすごい自分でも使うんですけども、あれって耳の隙間時間
を活用できるんですよね、はい、目と手を使っていると耳が開いている時間、まあ、それ全部学びに変換できるんですよ、時間としては。で、まあ、そういった時間を、まあ、オーディオブックって大体1冊あたりですね、大体あの、まあ、4時間とか200ページ単行本で4時間とかなんですけど、はい、これを倍速で弾けば2時間で終わるんですよね、はい、私とかだとオーディオブックって大体3倍速で弾くんですね。なので 1.5 時間とかで1冊聞き終わる。3倍速は僕たちみたいな素人だと最初やっぱついていけない？慣れます。2倍速はだいたいすぐでも皆さん聞けて、で 2.5 倍とか上げていくには若干慣れが必要なんですけど、でも基本的に人間ってあの早口言葉にすぐ対応するじゃないですか、はいはいはい、同じように早口のものでもあの慣れます。へえ。で、あのやっぱり目を使って本を読むって、あのリモートワークとかをすごいやってるとめちゃくちゃしんどいんですよ、目が疲れちゃって、うんうん、もう本読む気力ないんですけど、はい、そういう時にオーディオブックは聞けるんですよね。目が疲れても平気なんですか。なるほど、あ、それはわかるな、めちゃめちゃヒントだな、なるほどね。松田さん、上田さん、ありがとうございました。いや、たがえみちゃんお二人のお話めちゃめちゃ面白かったね。はい、しかも上田さんからは音での学び方、うん、松田さんからは脳のメカニズムを理解した学び方みたいなところが解説されたのが面白かったですね。やっぱり学ぶっていうのはなんか教科書を読むだけじゃなくて、体とか本当いろんなことで我々学んでるっていうことだよね。それにしても今回は学び方とか学びっていうところでしたけど、うん、やっぱり子どもへの教育っていう観点も大事ですよね。あ、まあ確かにそうだよね。学びということは教えるということでもあるから、うん、教え方、いや実はねその話は来週しようと思うんだよね。なるほど、そういうことでしたか。来週もシフトに入ってるのでそのお話聞かないと。それではお疲れ様でした。はい、お疲れ様。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、学びをアップデートする。出演は常連さん、株式会社オンギガンズ代表取締役松田優馬、お客様、株式会社オトバンク代表取締役会長上田渉、見習い店員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山明恵でした。